2015年に発売された Apple Watch。ウェアラブルコンピュータとは装着もしくは着用できるコンピュータのこと。ラップトップやスマートフォンなど単に持ち運べるコンピュータとは異なり、主に衣服上や腕時計上で身につけたまま使えるものを指す。ウェアラブルデバイス、ウェアラブル端末、ウェアラブル、ウェアラブル製品と呼ぶこともある。腕時計型、メガネ型、指輪型、靴型、 懐中型、ペンダント型など様々なタイプのものがある。ウェアラブルコンピュータを搭載した皮膚のことをウェアラブルという言い方もある。なお、ウェアラブルコンピューターは装着可能なデバイスを指す古い故障であり、近年ではウェアラブルデバイスなどと称される。装着可能であり、利用者の日常生活を制限せず、その端末のみでデータの処理、 通信を行うことができる端末のことをウェアラブル製品と呼称する。ウェアラブル端末は小さく軽いデバイスで構成され腕時計のように普段身につけるガージェットを利用したものからヘッドマウントディスプレイのように身につけて出歩くことも不可能ではないガージェットあるいは衣類にコンピュータを統合したものまで幅広く研究されている。指キタスコンピューティングにおいて ウェアラブルコンピュータはエンドユーザーが直接接する端末として大きな意味を持つ。腕時計系のコンピュータや PDA、小型コンピュータ、付随する通信装置やセンサ類が具体的には挙げられるが、これらに限らず様々な形状のものが研究、提案されている。しかし、HMD などは屋外でそれを着用して歩くと異様な風貌になるなど実用化。 普及への課題は少なくない。近年は眼球に直接埋め込まれ脳に直結したディスプレイの実用化も議論されている。2010年時点では技術上の問題からウェアラブル技術の一般への普及は低調だった。しかし近年の半導体技術の発展や無線通信技術の普及、データの管理、解析技術の発展などにより ウェアラブルデバイスの一般への普及率は増加した。ウェアラブルデバイスの出荷台数は2020年までに国内で約1160万台、世界で約3億2300万台に上ると推定される。ウェアラブルコンピュータの実現にはいくつかの課題がある。ありがとうございます。